量子コンピューティングとは、量子コンピューティングは量子力学の原理を利用して情報を処理する新しい形態のコンピューター。従来のコンピューターではビットと呼ばれる最小情報単位が、もしくは1のいずれかの状態を取る二進法を用いて計算を行います。一方、量子コンピューターは量子ビットまたはキュービットを使用します。量子ビットの特徴として、0と1の両方の状態を同時に持つことができる重ね合わせと量子もつれと呼ばれる特性があります。これにより従来のコンピューターでは不可能だった膨大な並列計算が可能となります。重ね合わせと量子もつれ、重ね合わせスーパーポジションとは、量子ビットが0と1の両方の状態を同時に取り得る性質です。これにより量子コンピューターは膨大な量の計算を一度に行える可能性があります。また量子もつれ、エンタングルメントとは、2つ以上の量子ビットが互いに強く相関し、片方の状態が決まると即座に他方の状態も決まる性質です。この特性を利用することで、非常に高いスピードで情報の共有や処理が可能になります。最新の動向と技術進展。2019年、 Google は量子コンピューターシカモアを使用して量子 USA クアンタムスプレマシーを達成したと発表しました。これは従来のスーパーコンピューターが約1万年かかる計算を、しかもあがわずか200秒で実行したというものです。この発表は世界中の科学者や技術者を驚かせましたが、 IBM は異なる見解を示し、この主張に対する議論が続いています。IBM は従来のコンピューターでも最適化されたアルゴリズムを使用すれば同様の計算を数日で解くことができると主張しています。2. 国産ゲート型量子コンピューターの進展。2023年、日本では国産ゲート型量子コンピューターが稼働を開始しました。大阪大学といった研究機関が開発を主導し、64量子ビットの超伝導量子プロセッサーが登場しました。この進展は日本の技術力を示すものとして注目されています。またこれに伴い、エラー訂正技術や量子ビットの安定性を向上させる技術が大きく進化しました。3制御装置の革新と大規模化。2023年には量子コンピューターの制御装置も大きな進展を遂げました。特に注目されたのは、量子ビットを搭載したチップの垂直方向への制御配線技術です。これにより量子ビットの数が増えてもエラーの発生リスクが低減され、より大規模な量子コンピューターの開発が現実のものとなっています。4量子インターネット。科学者たちは量子もつれを利用した極めて安全な量子インターネットの構築を目指しています。量子インターネットでは情報が盗聴されることなく通信されることが期待されています。これにより国際的なデータ通信の安全性が飛躍的に向上する可能性があります。5量子センサーの開発。量子ビットを利用した量子センサーの開発も進んでいます。医療や地震予測の分野で利用されるこれらのセンサーは、従来の技術では極めて微細な変化を感知することが可能です。例えば MRI 自費透明画像でもっと高精度な画像を得ることができるようになるかもしれません。実用化に向けた課題と展望。エラー訂正技術の重要性。量子コンピューターが計算を行う際に最大の課題となるのがエラーの発生です。量子ビット非常にデリケートな状態であるため、外部ノイズや熱、磁場の影響を受けやすく、エラーが発生する確率が高いのです。この問題を解決するための技術として、量子エラー訂正が重要です。量子エラー訂正技術は、エラーを自動的に検出し、修正するための技術であり、量子コンピューターの実用化に向けての鍵となります。量子ビットのスケーラビリティ。量子ビットの数を増やすことスケーラビリティは、量子コンピュータの能力を高めるために必要不可欠です。しかし、量子ビット数を増やすにつれて、エラーのリスクや制御の難易度が急速に増加します。このため、多量の量子ビットを効率的に管理するための新しい技術や方法が求められています。コストの問題。
現時点での量子コンピューターの開発には莫大なコストがかかります。そのため商業的に実用化するためにはコストを抑えつつ性能を確保する技術革新が必要です。例えば量子ビットの製造コストを低減するための将来的な応用分野と社会への影響、医薬品開発、量子コンピューターは薬剤相互作用のシミュレーションや新薬の分子構造解析においてこれにより新薬の開発時間が劇的に短縮される可能性があります。複雑な分子モデルの計算が迅速かつ正確に行えるため従来の方法では得られなかった新しい発見が期待されています。素材科学、新しい材料の発見や既存材料の改良にも量子コンピューターが活用されることが期待されています。例えばエネルギー効率の高い材料や環境に優しい素材の啓発が加速される可能性があります。これにより持続可能な社会の実現に向けた一歩となるでしょう。気候変動モデリング、量子コンピューターによる高精度な気候変動モデリングは気候変動への対策においても重要です。膨大なデータを解析しより正確な天気予報や環境政策の策定に寄与することが期待されています。特に炭素除去技術の効率化や新たなエネルギー資源の探索に役立つようなシミュレーションが実現すれば環境保護の面でも大きな前進と言えるでしょう。金融モデリングとリスク管理、金融業界でも量子コンピューターの応用が期待されています。複雑な市場分析やリスク管理を迅速かつ正確に行うことができるためより精度の高い投資戦略の策定や金融リスクの低減が可能になります。例えば JP モルガンチェースなどの金融機関では量子コンピューターを用いたリスクマネジメントの実証実験が行われています。交通と物流、最適化されたルート計算やリソース配分により交通や物流の効率化が進むでしょう。量子コンピューターを利用することで交通渋滞の予測や解消、物流の最適化が可能になり経済活動全体のコスト削減に寄与します。人工知能との融合、量子コンピューターと人工知能 AI の融合によりさらに高度な意思決定支援システムの開発が進むことが期待されています。 AI の学習プロセスが高速化されより複雑な問題への対応能力が向上することで医療診断、気候予測、金融取引など様々な分野で新しい可能性が広がります。量子コンピューティングの未来、量子コンピューター技術の進化は無限の可能性を秘めています。2023年の進展はそのさらなる発展の基盤を築いています。今後の技術革新により量子コンピューターは教育や研究、産業など多岐にわたる領域で革命をもたらすことが期待されています。科学者や技術者たちはこれからも量子コンピューティングの技術に挑み続け人類の知識と社会の発展に貢献していくことでしょう。量子コンピューティングは現在も急速に進化を続けており今後も多くの分野で大きな影響を与えることが期待されます。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。